なんか届いた。ほい。毛皮みたいな。お、すごい。入ってる。これ。え、大きいね。これ。あ、それは送料無料にするために調整で買ったエコバッグ。あ、エコバッグいいや。エコバッグ買った方が安かった。おお、大きいね。思ったより大きい。ね、これ。これ付きベッド？そう。これね、最近コロンが布団に潜り込んできてよく眠れないから、これに潜り込んでくれないかなって。なるほど、ここに。そう、入り、コロン入り、コロン、エコバッグに興味ある。エコバッグ入れようか。エコバッグもあり。意外と高さがあるんや。あ、これ？うん、乗れる？無理。エコバッグ入ってるよ。乗れない。あ、乗れた。めっちゃ触り心地良くない？めっちゃあれやね、なんかふわふわ。こっちはサラサラやし。これ暑い日はね、こういう感じ。もう裏返して、これ、うん、これでただのベッドになる。あ、こっちはしかもつぶつぶでなんか足滑りの目やって、足マッサージ、足裏マッサージ的な滑りの目やって、つぶつぶ感がいいね。暑い日はこれだけでベッドになる。で、寒い日は布団をつけるっていう。ここは結構ね、冷感がある。違う、ここは滑り止めですって。いや、これは足裏や。そのまま潜り込んで。来てください、来てください、中に来てください。中にあります。おお、上手上手。あれ、潜れるかな、コロちゃん。犬用の電子レンジで温める湯たんぽを入れて暖かくしておいて、夜試してみようかなと。そうやね。入ってくれるかな。今日から戦いが始まる。でもこの触り心地すごい良くない？もちもちしてて、あれ気持ちいいって。まあ無理やりすると嫌な思い出になるよ。気持ちいいね。そこ入るといいことあるよ。嫌やったって。すごいすごい。やっぱ会う子会わない子いるんですね。ほら、早め。じゃあもうどうぞ。ゆっくり。
ちょっとコロンの匂いがする。あ、ウェーメンタイプ。あ、いいなー。あ、ブリオリ。なんでブリオリ？やっぱ、あれどこ？あ、モナちゃん、上タイプ？でも、まだ中に入れるの分かってない。いいねくるくるくるよ。あ、寝たサイズちょうどいいですね。ぴったりですね。いいねよかったよかった。使ってくれた。嬉しい。ありがとうございます。